ヘッドスタイリストのさっこです。今回は子供たちと一緒に作って楽しいお好み焼きを作っていきます。では今回使う材料はこちら。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてポイントはキャベツを今回はたっぷりご用意しました。では早速作っていきましょう。では最初に生地を作っていきます。こちらの薄力粉に塩を一つまみ入れます。そしてこちらの粉にお出汁を少し加えて軽く混ぜます。さあ残りのお出汁も加えて軽く混ぜます。少し粉っぽさが残るぐらいで大丈夫です。ここに溶き卵を入れます。こちらも軽く合わせてこんな感じで生地にとろみがついたら完成です。お好み焼きをふんわり焼くポイントは2つあります。1つ目は焼く直前に生地を合わせること、2つ目は生地をさっくりと混ぜることです。ではお好み焼きを焼いていきます。最初に油を引きます。そして先ほど合わせた生地を乗せていきます。そしたら形を円になるように整えます。生地の形を整えたら豚バラ肉を並べます。ではひっくり返します。では焼けてきたのでもう一度ひっくり返します。お、いい感じ。では仕上げていきます。まずお好み焼きのソース塗っていきます。そしてマヨネーズ、そして上に今日は鰹節と青のりを用意しました。これでお好み焼き完成しました。ではお好み焼き完成しました。ふっくら簡単にできますので皆さんも試してみてください。次回もお楽しみに。